ですね、機動隊員の年収について語ります。画像の共鳴最初は関係ないので無視してください、ね。機動隊員とは、災害時や、遭難時の人命救助をはじめ、町のパトロール、海外から訪れた VIP の、警護、テロの対応などをですね、はい、仕事はとても過酷ならしいです。はい。で、初任給が20万円からと言われてます。20万円から。20代の月収が28万円程度、30代の月収が40万円程度、40代の月収が45万円程度と言われてます。はい。で、全年齢の平均月収が37万円ほどと言われてます。37万円ほど。で、年収が37万 ×12 で、およそ440万円から450万円ですかね。440万円から450万円。はい、機動隊員の年収でした。終わります。